こんにちは、ルチカーレ店長です。よろしくお願いいたします。はい、今回はジャブスアルキビオのマサッチョモデル緊急追加しましたという動画です。今年の秋冬はこれでジャブスの入荷は最終です。まだね、ジャブスアルキビオのマサッチョなかなか手に入れられないよっていう方、今回の動画を見て一度検討していただけたらなという回です。はい、ではね、まだまだね、今回初めて見るって方も多いと思うので、改めておさらいで紹介させていただきます。もう見た目普通のスラックスです。ただ横にゴムが入ってます。これは左右入ってますね。全体で10センチ弱ウエストが伸びる、なので楽ちんに履ける。そしてこのゴムはサイドにしか入っていないので、ゴムのパンツを履いてるっていう感じが周りからわからないよっていう意味でもうまく考えてますね。そしてニットなどを着てウエストを隠す場合、ベルト邪魔ですね。そんな時は紐で結んでいただけるようになっています。シャツインしてベルトをするっていう場合は、この紐は裏から出していただけるので裏側で結ぶことができる。マサッチョモデルの最大の特徴はこのセンタークリースです。普通のスラックスはここにプレスして折り目をつけてありますね。ただそのラインは履いていくうちにだんだん消えてしまう。マサッチョモデルはここをね、ステッチで留めてあるので、永久にこのラインが消えることはないんです。いつまでも綺麗な見た目をキープしてくれる、そんなモデルです。そしてジャブスアルキビオのね、マサッチョモデルに関してはほぼ全部の商品がストレッチ効いています。非常に履きやすい。そしてね、スニーカーとかを履いてカジュアルな着こなしもできますし、ジャケットなどドレスっぽい方でも可能だというところで非常に人気のモデルです。で、今回追加したのがウールフラノ、これウォッシャブルのフラノなんですが、何色かで展開してたんですが、今回グレーだけ追加できました。これはね、一番使える色だと思います。薄すぎず濃すぎず、ちょうどいいグレー、これ僕ね、一番合わせやすいグレーだと思ってます。今回グレー一色で追加しています。そしてこちら、これね、コットンチノ風に見えるジャージ、普通のコットンパンツを履いてるような見た目でジャージですよと。ちょっと紐がしてあります。なので冬のコットンパンツとして非常にいいなというところ。そしてこのアイスグレーというお色が新鮮です。ホワイトやオフホワイト、ベージュあたりを好んで履かれる方、同じような合わせができます。このアイスグレーを履くとちょっと違った雰囲気で新鮮に履けるので、これはね、お客様の要望が非常に強かったのでこのお色を追加しました。そしてデニムです。実はこれに関しては厳密に言うと追加じゃないです。同じ素材で、当店はティントレッドというワンプリーツ入りで、ちょっとね、腰回り、もも回りをゆとりを持たせて裾テーパードというティントレッドという形で展開しているんですが、この素材ね、本当にいいんですよ。ぜひこのデニムを使ってマサッチョモデルを作ってほしいというお客様の要望が非常に多かった。なので同じ素材をリピートしたんですが、マサッチョで出すのは初めてです。はい、このデニムもね、もうめちゃくちゃ伸びます。すごく楽。そしてこれはオールシーズンです。年間通して履いていただけるデニムを使ったスラックスという考え方で、デニスラはジャケット合わせもいいし、ニットとか着ていただいても非常に上品に映る。でね、今回このデニム、ブラックデニムも展開されています。これ新鮮ですね。インディゴのね、こういうちょっと綺麗めなデニスラって他のブランドでも多く見られるんですが、ブラックはないと思います。ちょっとね、クールな印象、いい感じの風合いを味わっていただけると思います。ブラックデニムのデニスラ、これはね、新鮮だと思いますね。ということで、ジャケットだったりカジュアルアウターだったり合わせてみてお見せしたいと思いますので、最後までお付き合いください。はい、まずはグレーのフラノジです。ドレスパンツ風な感じで使いやすいかなと思います。色目もね、ちょうどいいですね。そんなパンツにきれいめなハイゲージのタートルを着てみました。こんな綺麗な色を合わせてもいいですね。これに定番のネイビージャケットを着てみたいと思います。はい、いかがでしょうか。ダルディーニのね、カシミヤのジャケットを着てみました。ネイビーでね、定番の使いやすいお色目なんですが、風合いがね、やっぱりカシミヤなので、このフラノに対してふんわりした起毛感ある素材が非常に合ってるかなと思います。こういったダークなお色目にちょっとね、綺麗めなニットとか挟んであげると差別化できるかなと思うのでおすすめです。はい、続きましては
アイスグレーです。どうですかね、コットンパンツという見た目です。はい、それでしっかり伸びるジャージ、ホワイトパンツと見比べていただくとね、違いがわかるかなと思いますが、少しねグレーミーが入ってるんですよね。これはね差別化できると思います。こういう明るいお色目、秋冬に履くのかっこいいと思うんですが、それにさらにねこういう爽やかな色入れることで若々しい雰囲気に見えますね。はい、こんな感じでヘルノの人気のハイブリッド型ですね。ちょっとね肉厚のニット切り替えています。そしてダウン、こういったねちょっとスポーティーな感じのアウター、今流行りなのでね、こんなのを合わせてあげると軽快感が出るかなと思います。はい、ダークなネイビーに対して少し明るめの色を中に持ってくることによってコーディネートがね綺麗な感じになると思います。はい、続きましてはデニムです。これはね本当に使えます。シルエットも細身で非常にかっこいいですね。やっぱりねこの我々の年代だとデニスラー系は欠かせないです。すごい伸びです。デニムは何でも合うのでデニスラーになっても基本合わせはいいかなと思います。今回はちょっとブラウン系合わせてみました。アズロエマローネという感じで、イタリア人が好きなネイビーとブラウンの組み合わせ、これにねブラウンのライダース着てみたいと思います。はい、こんな感じでブラウンのスウェード着てみました。足元もねスウェードのタッセルにしています。冬はねこういうブラウンのスウェード系非常にかっこいいかなと思います。はい、最後はねブラックデニムです。履き心地はジャージですね。むちゃくちゃ履きやすい、いいです。それでいてちゃんとねデニム感のある雰囲気がいいです。これにねフィリップモデルのスニーカー合わせてます。スリッポン型のスニーカーだったら何でも合うと思うんですが、こういうスニーカーってスラックスに合わせるのって非常にバランスが難しいと思うんですよ。それに対してやっぱりマサッチョのバランスだとこういったスニーカーもしっくりくる、ここがポイントです。黒に対して上はチャコールグレーのニットを合わせます。これねフィリッポ・デ・ローレンティスというブランドなんですが、これスーパー180のもうテロテロです。めちゃくちゃ気持ちいいです。でこれに対して1枚ニットきます。はい、この形ね非常に問い合わせが多いフロントジップのスタンドニットです。はい、こういう形ってねイタリア人が必ず1枚は持ってるニットです。この襟立ち、これが男らしさもあり、そしてダブルジップになってるんですが、もしねお腹周りちょっと気になるなっていう方でもお腹ごまかしてくれます。イタリアファッションには欠かせないスタンドジップ型のニット、こんなものを1枚羽織ってもらう。で、真冬になったらこれにダウンベストとか着るといいと思います。ヘルノのねこういうちょっとスポーティーなストレッチ効いてるダウンベスト、これベージュです。こんなねトーン違い、真っ白にオフホワイトにベージュ、そして黒とチャコール、ちょっとねスポーティーな感じで着られるのもいいかなと思います。はい、というわけで今回はジャブス・アルキビオのマサッチョモデル緊急追加しましたという動画です。これがね今期最後です。なかなかマサッチョ手に入らなくて探してましたという方、一度試してみたいなっていう方はぜひご試着してみてはいかがでしょうかと思います。今回も長い時間ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。